カール・セダーストラム、1910カール・セダーストラム、1911カール・セーデルストレムはスウェーデンのパイロットである。1910年5月、スウェーデン人として最初のパイロットライセンスを取得した。ストックホルムの貴族の家に生まれた。俳優になりたかったが、父親は許さず、アルナープ農業大学に入学させ、1890年に卒業した。 アメリカに渡り、芸人や歌手として過ごすが1890年代の終わりに、スウェーデンに戻った。父親の農園の仕事に就いたが、その仕事に飽きて、1907年に、スウェーデン最初の自動車リーラーを設立した。その頃航空に興味を持ち、1910年の春、パリに赴き、ブレリオの下で操縦を学び、5月に卒業し、スウェーデン人として、 最初の飛行免許を取得した。1910年8月24日にエーで海峡の横断飛行には失敗したが、1910年末にスウェーデンのラジューガードスガーデットで大観衆の前でデモ飛行した。1911年にラジューガードスガーデットで開かれた飛行大会に参加し、1913年に飛行学校スキャンディネビスカエビティック AB を設立した。 1916年末、飛行機を製作するノーディスカエエビティック AB を設立した。1918年6月28日に、彼の訓練したパイロット、カールグスタフ・クロクステッドと共に、フィンランドへの飛行の途中、オーランド海に墜落して死亡した。2010年8月、セーデルストレムによるスウェーデン最初の飛行を記念して、セーデルストレムが使用した。 ブレリオクシーと同じモデルが復元されて飛行した。http://www.erlyaviators.com/.ecederst.htm ありがとうございます。